ブライダル TV をご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。このチャンネルでは結婚に関する知識やお得な情報を配信しておりますので、よければチャンネル登録もお願いいたします。今回来ていた質問はこちら。女性は指輪サイズ何号だと太いですか？私は先日指輪屋さんに行ったら彼のサイズより太くてショックでした。女性の指輪のサイズって平均してどのくらいなんですか、というご質問です。これね、指輪のサイズって本当に人それぞれで、平均して言うのってなかなか難しいんですけど、これ質問多分薬指のサイズですよね。女性は薬指のサイズだいたい8から12号ぐらいかなと思います。一番多いのは9号ぐらいかな。私でだいたい薬指は10号ぐらいですね。私11号とかでもちょうどいいかもしれないんですけれども、ぴったりこうつけたい方なので10号で作ったりします。ちなみに男性の平均サイズは14から19号ぐらいかなと思います。以前出した動画で詳しく指輪のサイズについて説明していますので、よければこちらの動画も参考にしてみてください。で、指輪のサイズっていうのは一応身長と体重と関係しているんですけど、そこまでがっつり関係しているっていうわけではなかったりもするんですよね。指って何でしょう、こう遺伝的なこともあったりとかもするし、あとこう力仕事が多かったり、スポーツとかね、バレーボールとかの経験がある方とか、楽器とかの経験が長かったりすると太くなることもあるんですよ。あと女性だとすぐむくんだりとかっていうのもありますし、なので女性の方が男性より太い場合とかも実際全然あるんですけど、それ本当に恥ずかしいことじゃないんですよね。男性って女性ほどそもそも指のサイズをこう全然重視してないというか、男性は指のサイズよりもむしろ他のサイズの方が、3サイズとかの方が気になるみたいなので、逆に言うと女性の指が太くても男性は別にいいなってそもそもそんなに別に思わないし、だから指が太いから恥ずかしいって全然思わないでいただければと思います。ブライダルナビではおサイズをしっかりお測りして、婚約指輪、結婚指輪をお作りしております。プロポーズで彼女にサプライズで指輪を渡したいけどサイズがわからないという方のために、こちらの動画彼女に内緒でチェックしてみてください。サイズがわからなくてもプロポーズリングを作れる秘密を教えています。そしてこの動画をご覧の皆さんに、婚約指輪のダイヤモンドが 50% オフになる特典をご用意しております。ブライダルナビでは結婚指輪も大人気でございまして、 YouTube を見たよというたくさんのお客様にご購入いただいております。なんといってもデザインが豊富にあるので、あなただけの結婚指輪が見つかります。自分でデザインの持ち込みもできますので、オリジナルジュエリーもできます。しかもお値段もお得なので、一度ブライダルナビにご相談ください。皆さんからのお問い合わせをお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。